こんにちは、ひとみんです。これからしっかり紫外線を対策しないといけない時期がやってくるということで、今回は同じ資生堂から出ている美白効果のある下地2種類を検証します。クレドポーボーテボアールルミヌ白薬用日中美白美容液です。紫外線対策をしながら美白有効成分でしっかり美白ケアをしていきたいという方におすすめの2種です。似ているようで似ていない2種ですので、ぜひお買い物のご参考にしてください。別動画でクレドポーボーテ下地全種検証もしていますので、気になる方はそちらもご覧ください。このチャンネルでは本気でコスメを選びたい方のために、毛穴やニキビ跡などが無加工アップで映ります。苦手な方はご視聴ご遠慮ください。それではスタート。クレドポーボーテボアールルミヌ、紫外線や乾燥のダメージから肌を守り、抜けるように明るく澄んだ肌へと仕上げる医薬部外品の美白化粧下地です。こちらはメイクアップとスキンケアが融合した独自技術、ライトエンパワリングエンハンサーで輝く仕上がりを高めます。なんと下地なのに資生堂独自の美白有効成分 4MSK を配合、 SPF38PA3+ でクレドポーの下地の中では一番高い UV カット効果です。シミや色ムラを瞬時に補正、素肌そのものが輝きを放つようなきめ細かい肌を演出し、美しいファンデーションの仕上がりをさらに高めます。アレルギーテスト済み、ニキビの元になりにくい処方です。こちらの下地、ネットや SNS でもかなり話題なので、ご存知の方も多いかもしれません。一塗りでしっかりワントーン以上肌が明るくなり、白肌を演出できます。化粧しながらスキンケア効果も美白効果も叶えてくれます。毎日スキンケアで美白ケアを頑張っている方は、ぜひ日中こちらを使って相乗的な効果で明るく綺麗な肌を目指しちゃいましょう。白薬用日中美白美容液1本で日中の美白ケア、紫外線防御ができ、下地としても使える医薬部外品の日中美白美容液です。日中の肌環境に着目し、保湿効果の高い複合成分ダブルデイエフェクターと資生堂独自の美白有効成分 4MSK、 そして M トラネキサム酸を配合しています。 SPF50+PA4+ ととても高い紫外線カット効果があります。メラニンを排出する因子がシミのない部位に多く、さらに日中にかけて酸性が向上することを資生堂が発見し、日中だからこそできる美白ケアということで、こちらの日中美白美容液が開発されました。仕上がりはファインレッドパールアルファという赤いパールが配合されており、効果的に光を放ってくれるため、シミや色ムラを目立たせません。アレルギーテスト済み、ニキビの元になりにくい処方、無香料です。では今日はこちら、クレドポーボーテボアールルミヌと白薬用日中美白美容液を使っていきます。ではまずクレドポーボーテボアールルミヌ使っていきます。はい、こんな感じで比較的サラッとしています。このような感じで伸びは結構いいですね。こんな感じでとっても伸びがいいです。香りもクレドポーって感じで、ローズの香りがすごくいいですね。ボアールルミヌ塗れました。白日中美白美容液です。こちらもこんな感じです。ボアールルミヌとほぼほぼ変わらないテクスチャーですね。少しだけルミヌよりも落ちる速度が緩やかな気もします。うん、こちらも非常に伸ばしやすいですね。手に伸ばした感じはルミヌよりも少し重ためというか、しっとり感を感じます。トーンアップも非常にしていますね。香りは特にないんですが、少しだけ日焼け止めの香りはしますね。でも嫌な感じとかはなくて、強いて言えばっていう感じです。あ、やっぱり伸ばしてる感じは重めになりますね。かなりしっとりしています。どちらも下地塗れました。こちらがボアールルミヌです。こちらが白ですね。どちらもトーンアップしっかりしています。トーンアップの具合は同じぐらいなんですけれども、どちらかというとですね、比べるとすると下地単体でのカバー力は白の方がありますね。色ムラが解消されているような感じがします。ただトーンアップの種類がどちらかというとルミヌの方は光を使って反射させてトーンアップしているような風にも見えるので、トーンアップの種類が違うかなと思いました。使い心地に関してはルミヌの方がスルスルと伸びます。で、白の方はしっかり重めの感じですね。鏡でよく見て感じたことは、ルミヌの方は全くムラがないんですが、白の方はちょっとこの辺りにこう白くもろっとしそうな雰囲気を感じます。この辺りもそうですね、見え
ありますかね。おそらくスキンケアの段階で粘り気、増粘剤を多く含まれているスキンケアを使われる方は白の方は多分もろもろが出る気がします。なのでしっかりとスキンケアされる方はクレドポーボーでのルミヌ、軽めのスキンケアにして下地で保湿感を補いたい方は白っていう感じで、ちょっとそこ気をつけた方がいいかもしれないです。ではファンデーション塗っていきます。ミンウィのリキッドファンデーションを使っていきたいと思います。今こちらの動画を見ている方は多分春夏に向けて紫外線対策と美白も一緒にしていきたいなっていう方だと思うので、私がこの夏一押しのファンデーションこちらを使っていきます。色は00です。なんでこの夏一押しかというと、このファンデーション自体がちょっとねパウダーファンデーションに近いような感じで、結構ねさらっとパウダリーなんですね。で崩れも出にくいですし、皮脂テカリもすごくね抑えてくれるので、このファンデーション本当に夏おすすめですね。ファンデーション自体にもそこそこのカバー力がありますので、隠したいところがある方にもいいですね。ファンデーションに関してはインウィのベースメイクの全品レビューで紹介しています。インウィのベースと使った時の時間経過検証などもマスクありなし両方やっていますので、ファンデーションいいと思った方はそっちもぜひご覧ください。ファンデーション仕上がりました。このような感じです。ファンデーションを塗った印象はどちらもかなりしっとりしていますが、よりしっとり重めに感じるのはやっぱり白の方ですね。ファンデーションの伸ばしやすさとかも全体的な色ムラの解消は白の方がしていると思います。こういう目元の暗さとかそういったのはすごく全体的に明るくしてくれますね。ルミヌの方は高くしたいところとかこういうねハイライト入れたいようなところが主にトーンアップされているという感じですね。まあでもどちらもトーンアップされているのは間違いないです。比べてみるとそのような違いがあるというような感じです。ルミヌのすごいところはですね、皮がむけたようなところもその皮を避けて白く縁取られたりしないのがすごいですね。例えばですけどこういう顎のところとかニキビになってたところがかさぶたになって治りましたみたいなところも綺麗に乗ります。で白の方はですね、割とそういう皮むきのところはねしっかりと避けて、あ、皮がむけてるねみたいな感じにはなっちゃいます。わかりますかね、こういうところですね。なので皮むけたところをちょっと避けちゃうっていうところで言うと、レーザー治療だとかダーマペンとかのダウンタイムには思いっきり皮むけのところ浮いちゃう、皮が目立つような感じになっちゃうかなって思います。それで言うとルミヌの方はそういう時にも比較的クレド4の色がついてない方の下地に比べると目立つかもしれないけど、トーンアップ下地の中ではそういうね皮むけのところにつけても結構大丈夫なんじゃないかなっていう風に思いました。どちらもすごく綺麗です。ココナもインウィ使っていきます。ココナ両方綺麗に乗りました。すごく綺麗ですね。チークしてみました。チークはですねやっぱり表面がサラサラしている方が塗りやすくって、ルミヌの方にはさっと狙ったところに塗りやすかったんですけど、白の方はしっかりガツッと一回ついてしまうともう動いてくれないので結構ね難しかったです。薄くトントントンと乗せたいところに少しずつ乗せていくのがいいかなと思います。それではこれで時間を置いていきます。のじょー、時間が経ちました。時間経った肌はこんな感じです。こちらがクレドポーのボアルルミヌを使った方です。こちらが白の日中薬用美白美容液を使った方です。このような感じです。鼻は両方とも同じぐらいしっかりテカっています。肌表面三角ゾーンのテカリ感などはほぼほぼ変わらないです。こういう鼻横がですねルミヌ、クレドポーはこれぐらい、白がこれぐらいになっています。鼻横のたまり具合も全然左右で変わらない気がします。肌は表面白の方が滑らかに見えると思います。びっくりするほどの変化はどちらもないですね。顎あたりに関しても最初と全然変わっていないです。白の方は最初にこうやって白く
なっていた部分は最初のまんまですね。グレード4の方は最初と変わりがないです。この辺の最初からちょっと乳液か何かと反応してしまった部分は最初のままになっています。それでは皮脂取っていきます。持ち帰って反転しました。皮脂はこんな感じです。でこちらが白でこちらがクレドポーです。こうやって見ると白の方がしっかり皮脂が取れていますね。この結果を見るとクレドポーの方が皮脂はコントロールできると思います。同じ抑え方をしてるにもかかわらず結構差が出ています。白の方が広範囲にテカリが出ています。皮脂を取った後の肌はこんな感じです。グレード4と白です。どちらもとっても綺麗なんですけども、塗った時点でのカバー力が白の方があったので、時間が経って皮脂を取った後も白結構カバー力があるような気がします。でもどっちも崩れてなくって本当に綺麗です。後肌もどちらもしっとりしているので乾燥とかは感じないですね。後肌のむっちりさは同じぐらいなように感じます。どちらもちゃんとしっとりしています。マスク検証のために2回目塗っていきます。ワールルミヌ白塗ります。ファンデーション塗ります。では今日はこれでマスク検証していきます。マジハー、時間が経ちました。マスク取ります。はい、マスクを取った結果はこんな感じです。こちらがボアルルミヌ、こちらがハクです。鼻横などはどっちもちょっと避ける感じというか、ちょっとこの辺り落ちているような気がします。で、結構どっちもほうれい線が気になります。あとはどっちもこの辺り毛穴落ちしています。あと白の方この辺溜まっちゃって出ますね。結構崩れちゃっているような印象です。湿気に何時間もさらされるっていうのにはちょっと耐えきれないのかもしれないです。このマスク検証 SD カードのデータが飛んでしまったので、実はこれ2回目の検証なんですけど、1回目の時より結構崩れたような気がしました。1回目検証した時は手で塗りました。で、今日はブラシで塗ってみました。あとはちょっと量もブラシで塗ってなかなか伸びなかったのもあって、ちょっと塗り足して1回目より塗る量多かったかなと思います。なのでファンデーション薄めに手でつけてあげるのがいいのかなと思います。この下地で崩れたくないのであれば。あとは気温が1回目やった時結構寒い日だったんですけど、今日あの謎に18度ぐらいある日なので、それでね結構汗ばんだのかなっていうのもあります。なので気温が高いっていうのとマスク、この2つが掛け合わさると結構崩れやすくなっちゃうのかな。温度と湿度が高くなるとちょっと崩れちゃうのかなとも思いました。それでは皮脂取ってみます。反転させました。こちらが白でこちらがボアルルミヌです。若干やっぱりこの下の方とかが白の方が濃ゆくついてるかなという気もします。鼻周りなどは正直あまり変わらないんですけども、頬のあたりがちょっとだけ差が出ているかなっていうような気もします。皮脂を取った後の肌はこんな感じです。どちらもトーンアップ効果があったカラーなのかファンデーションなのか、鼻のあたりちょっと白くなってます。あとはマスクで擦れたこのあたりはやっぱり白く溜まってしまっています。
お肌の保湿感はマスクをしてない検証の時より時間経過後がかなり乾燥しているような気がします。どっちも。なのでマスクつけて強い湿気にさらされてしまうとどんな保湿力の高い下地を使っても水分奪われてしまうのかなというふうに感じましたので、マスクをつける時は化粧水ミストなどを持ち歩くといいかなと思います。これ D プロで当たり前に保湿もしてくれますし、今からの時期花粉による肌のかゆかゆとかも抑えてくれるのでかなり私の必需品となっております。でミストをしてあげることでかなり潤いが戻るので、こういうのは1本持っておくことをおすすめします。マスクの中こんな感じです。結構ついちゃったような気がしますね。インウィのリキッドファンデーション全然マスクにつかないイメージだったんですけど、下地との組み合わせなのか今日ちょっと量が多かったのか結構ついてしまった結果になりました。ベタベタについているっていうよりはちょっと擦れちゃったんだねっていう感じのつき方になっています。やっぱどうしても落としたくないのであれば、インウィのリキッドファンデーションはインウィの新しいフィックスプライマーとつけるのがマスクには一番強いのかなと思います。参考になれば嬉しいです。今回の動画の内容を踏まえて、私がもしこの2つ迷ってるんだよねーと相談されたとしたら、しっかりしたカバー力が下地自体にはなくとも、つけている時のスキンケア効果とか使っている他のアイテムを選ばず、どんなものとも合いやすくて仕上がりに影響しないものがいいなら、クレドポーボーテ、美白を極めるという意味で多種類の美白有効成分が入っていて、塗った仕上がりもよりトーンアップして色ムラまで飛ばしたいなら白がいいんじゃないかなとおすすめします。スキンケアがメインで美白もできるものがいいのか、美白がメインで保湿もできるものがいいのかという視点で比べてもいいかと思います。今回つけてみてどちらかというと塗っていないような感覚で肌疲れせずに使えるのはクレドポーボーテかなと感じました。白が肌疲れするということでもないんですが、よりしっとりしているので重いと感じる方もいるかなといった印象です。軽い感触が好きな方もいらっしゃれば、重めの方が安心するという方もいらっしゃるかと思いますので、そのあたりもご参考にしていただけると嬉しいです。皆さんが気になるスペックもまとめました。大きく違う点は仕上がり、スキンケア効果、紫外線カット数値、1ミリあたりの価格です。合う人の特徴もまとめましたので、多く当てはまる方を選んでみてもいいと思います。ご参考になれば嬉しいです。このチャンネルが少しでも役に立ったら高評価とチャンネル登録お願いします。コメントも大変励みになりますのでお待ちしてます。柳屋では毎月18日から月末までポイント 20% 還元セールを行っています。詳しくは概要欄のリンクをご確認ください。お問い合わせもお気軽に。それでは次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。